なんかさ、はい、ジャングルポケットなんちゃらさんが斉藤さん、うん、はい、不動意性交罪で捕まってたね。捕まってましたね。いやさ、不動意でフェラーすることある？厳しい。人をさ貶めることって簡単だよなって思う。だって同意してるじゃんってなりますよ。これさ、でこっちも不動意やった。不動意対不動意が戦ったらどっちが勝つんだよ。こっちも誘われたと思って行ったんだけどって、今回ガンガン来たからつって不動意不動意みたいな、はい、不動意のさ男版ってあんのかな。あんま聞かんすよね。まあでもさ、多分強い側じゃないとあかんねやろな。うん、強い側がだからムキムキのお姉さん誰やっけ、吉田沙保里。そう、沙保里から襲われたやったら通じるかもしれんけどな。ああ、なるほど。不動意になりようがないもんね、力で圧倒できたら。まあ確かに確かに、っていうロジックなのかな。うん、抵抗できたでしょ、できないでしょっていう。はい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 、まあ誰か男が不動意なら立たへんのか。まあでも生物反応的に立つっちゃ立つじゃないですか、多分。ああ、そういうことね。でもほんまにこれインフルエンサーとか気をつけた方がいいなって思ってて、うちの周りでも何人か不動意性交罪捕まってる人いるんよね。え、結構有名やで、多分知ってるで。え、そうなんすか。会ったことあるよ。え誰？あるよ。全然知らないっすわ。何人か知ってるな。気をつけた方がいいよね。うん、どうやったらああいうのさ対してくれるとやっぱ遊ばないことないのかな。だから青くんとか林社長の夜の店に行くわ行って正しい可能性もあるよ。え、リスクゼロっすからね。うん、だってさ最近もさタメクニさんがさなんか炎上してたやん。してた。何やっけ、タメクニさんのツイート、タクシー代ですよね。あれだから自分から燃やしに行ったよな。確かに燃えると思ってやってるんですかね。どうなの。いや燃えると思ってないやろ。1800万インプやで。やっば。夜中2時の恵比寿での話。友人と飲んでいたので知り合いの女の子に LINE で来ないかと連絡をした。飲みが近くで追うらしく、相手の返答は友達も連れて行っていい、追加で一人千葉だけど平気と送られてきた。相手はキャバ嬢でもラウンジ嬢でも20代前半の大手会社員。呼んでもいない子のタクシー代を遠回しに請求することに愕然とした。呼んだ子の帰りのタクシーはもちろん手配するが、どこの馬ともわからない人にタクシー代を払う義理はない。丁重にお断りして LINE を消しました。それ見て佐古さんはどう思ったんですか。思いそうやな、思えるよなこれ。うんうんうん、トラクさん何歳っけ。37やろ、きついって。いやこれだから一歩間違えればこれで恨みを買った人から不同意性交言われる可能性あるから、だからこれですんでよかったよ。だって急にさ、お前タクシー代すびんなやって言われてプチって切られたらさ、なんかこいつのこと貶めてやろうかなとか思わへん。まあ思う人はいるんかもしれないですね。タメクニさんの気持ちも分かるは分かりますけどね。分かるは分かるけど、でも連れの女の子のタクシー代くらいは出さ。まあ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 、別によくね。僕は別にそんな気にしないですけど、 LINE 消すはちょっとやりすぎなんちゃうか説は。まあまあ、ほんまに消したんかな。どうなんですかね。消してないと思うな、ちょっと誇張してると思う。大事な LINE でしたよ。結局何って言われてるんですか、周りから。結局は、まず、1個目が、雑魚がたくさん湧いてる、邪魔だからどいてっていうツイート、291万インプやで。いいね数630しかないのに、インプ291万やばく。火に油注いでる。タメクニさんのインプバグってんな。一緒に仕事したい人の特徴5選。即レス理解が早い、誠実、リソースに余裕がある、独立貯金。74万インプ。でもこれ炎上してるわ、ただの。リプラン、夜中に一回り以上年下の女性を呼ばないよ、追加したら。夜中の2時に若い女性呼び出してしないの付け加えてください。ガチ萌えだ。千葉県までのタクシーだとケチらないよ、追加して。優秀な人材の独立貯金はお買い得です。あぁ。よくないよね。買い叩く意思が。36とか37でやっちゃってるから痛いんやろな。カズくんやったら、まあ。めちゃめちゃ今飛び火した。これ、なんか階層構造になってる気がしてて、タメクニさんの意見わかるっていう層って、めっちゃ下もいると思う。年収っていうベースで見たときにめっちゃ下。港区女子なんか滅んじゃえみたいな人。うん。で、その後にちょっと余裕があって、まあ、女の子に優しくするぐらいできるよねって層が批判してて。はいはい、はい。で、タメクニさんの女の子に優しくするのは大事だけど、なんか自分が財布やと思われたくないっていう、ちょっとプライド高めの優秀層がまたここで OK って思ってて。はい。で、さらに上の、いやもうそんなん別にいいやん。そんなこと分かってる上でどういう立ち回りするかが大人やろって思ってる富裕層がいて。タメクニさん、ここからは結局リアルでは支持受けるから、だから、ここの第3層を見てると第2層がバカっぽく見える。うーん、なるほど。だからね、第1第2第3第4階層です。第4階層からも実はって思われてるのを自覚、めっちゃ上からでも申し訳ない。はいはい、まあまあ、ね、言ってることはめっちゃ分かりますよ。だからね、この多重構造を作るのが実は SNS って一番いくのみたいな。ゾーン2の人はゾーン1の層を見下せて、で1は自分が3と同じ意見や
池上君さんみたいな結果出してる人と同じやつって気持ちよくなる。2は1を見下せる。3は2分かってないなって思って強固になって、自分の周りの同偏差値の人、ちょっと賢いゾーンの人はすごいいいってなって、4も気持ちよくなるから、全部の人が気持ちいいってすごいよ。構造的にまあ伸びるっていう。そう、伸びてしまうよね。あの伸び方しても別に自分はそんな下の奴らがワーワー言ってるだけだってなんでそんな気にしないから火に油注いちゃうみたいな。そうだよね。もう女性関係ってほんまに気をつけなあかんねんな。いやすごいな、あれポストしようとせんもんな。やっちゃうのがすごいな。しかもさ、小泉さんとかさ、カモさんから立ち回り気をつけろって言われてる中であれやもんな。すごいよな、ほんまに。すごくない？カメクニさん理論的には、燃えそうなことは自分から言うみたいな。後からバレるんじゃなくて、自分から先に言っといて、そしたら期待値下がるからいいよね、みたいなことは常々言ってるから、そのつもりで言ったんじゃないかなと思うんですよ。バレそうとかあるか？だから例えば、遊んでないですよ感出しといて。予感は出してもいいと思うんだけどさ、ケチだ予感って出すメリットなくない？あー、まあ確かに。だってこれが逆側から出たら印象違ったよ。ほう。だから女の子側からタメ組さんと呼ばれたんやけど、もう女の子もう一人いるからその人のタクシー代もちょうだいって言ったらそれはダメって言われたみたいな。で、タメ組さんがそれって当たり前じゃね？みたいな言い立つしたら擁護吐いたと思う。わかる？もう言った側が悪いみたいな感じになると思う。確かに。なるよ。全然見方違うと思う。自分から言ってるかどうか結構変わりますね。結構変わるから、そこ大事だよな。人気は取れるんだよ。だからこれさ、別の動画でも言ったけどさ、短期的成功と長期的成功って違って、はい、短期やったら正解やと思うんだけど、長期やったらどうなんやろな、とか。だって、37やろ。どうなん？さんの気持ちも分かるし、田中さんとタイプ一緒やから。あ、そうなんですか。かぶるんよ。あ、でも確かにできるんだ。めっちゃ思いました。でもやっぱああいうのはね、意図たまるよな。なんかアンチが好きそうな立ち回りを全部してるもんね。精神年齢が幼く見えるような立ち回りをまずしてるっていうのと、はい、自分からこんなことしてますっていうの悪いこと言っちゃってるのと、普通にそれを見下す、アンチが好きそうな行動を詰め合わせみたいな感じ。けどまあめっちゃ人気ですからね今。まあぶっ刺さる層には間違いなくぶっ刺さってますから。だから階層1と3には刺さる。はいはいはい。でも2って結構多いよね。まあ気をつけてくださいよ。さこさんも言うて15万フォロワー以上いて、何があるかわかんないですよマジで。確かにね。不同意はないよ。そういう問題じゃないよもんね。うん。トラップがあるんだもんね。そう。ハニートラップ。だから結局、向こうから来たら疑うべきなんちゃう。あー、なるほど。全部こっちからアグレッション取ってやったらいいっちゃう。まあ確かに。そんなでもないな。アグレッション取りすぎるとむずいもんね。だから、何もやらない第一階層、来たらやる第二階層、自分からアグレッション取って適度にやる三階層、自分からアグレッション取って何でもやる四階層、はい、時に3を目指す。何を解説してんのよ、マジで。田中にさんを使った不同意性交罪の回避方法や。まあそういうことですよね。本当に。何の話？マジで気をつけた方がいいね。周りでもいるんですもんね、そういう人が。いるね。まあ、そうならないように気をつけてほしいです。まあ、そうならんって、だって、やばいもん、あいつら。全然ちゃうで。あ、そうなんですか。うん。悲鳴とか聞こえてくるもん。ええー、感じ。飲み会中に悲鳴聞こえてきて、どうしたんって言ったら、あの人に襲われて。怖っ。マジ？全然誰かわかんないけど。最近もあったよ、なんか、レオの虎で、あー。ゴートラが暴れてるみたいな。ありましたね。彼の前で、なんか、女の子とやれなかったからつって、騒いでるみたいな。はいはいはい。きついな。いや、きついですよ。それだけは本当気をつけてください。究極人間力な気もするな。ほんまにこの人と一緒にいたいって思われたら刺されへんもんね。そうっすね。極論。極論人間力上げようって話じゃん。俺よ、惚れさせよう。最近言ってますもんね。マーケティングとは惚れさせることだとか。全部共通してきますから、この辺も。あ、そんな感じで気をつけていきましょう。はい、OK です。はい、ではでは。最後に1分だけお時間をください。概要欄から個人がゼロから結果を出す、タコユウキの人生を好転させる LINE マガジンにぜひご登録ください。最初に言っときますが、この LINE マガジンでは商品をセールすることはありません。僕はですね、自分の利益ばかりを考えて、みんなから奪い取ってやろう、お金を稼いでやろうって思ってるインフルエンサーに嫌気がさしています。商品を何も売らない、あなたの人生を変えることだけを約束し、価値提供に徹する LINE マガジンを作りました。このマガジンに登録してコラムを読み進めていただければ、売上、利益、時間的自由ができるのはもちろん、さらにその上の、あ、なんかすごい人生変わったな、なんか人間関係とかも良くなったなっていうような体験をお届けすることをお約束します。まあね、この LINE 正直かなりお金かかってます。要は LINE っていうのは配信するのお金かかる。なのでいつ配信終了するかわからないので、ぜひ今のうちに登録していただければなと思っております。それでは概要欄からお待ちしております。